皆さんこんにちは、渡辺です。今日はまた、みこさん、はい、みこさんに今日ちょっと手伝ってもらって、やっていこうと思うんですけど、今日もまたネックがこうボリュームがあるやつをちょっと着てこられたので、はい、まあそれにちょっと合うようなアレンジをちょっとやっていこうと思うんで、まあ簡単にゴムとピンだけでやっていこうと思いますんで、で今日は、ピンの留め方だったりとか、結構コメントいただいてたんで、そこもちょっと、分かりやすくちょっと解説できればなと思いますんで、よろしくお願いします。では始めていきます。はい、では始めていきます。まず表面の部分ちょっとだけコテで動きつけます。まとめるために、まとめてちょっと動きが出てほしいので、この辺にで毛先の方とかはもうなんかボブとかで結構跳ねたりする長さの方だったらもうピンって跳ねてるんで、これを利用してアレンジ作ってもいいかなと思うん で今回ちょっともう跳ねてるんで、それちょっと利用します。でオイルつけます。最初にでしっかりこう面が出るというか、こうルーズに出すようなところをまず重点的につけて、あと毛先の方にしっかりつけておきます。もうこんな感じで全然大丈夫です。で最初に遅れ毛ちょっと出します。ここでいいか、顔周りの部分を出して、でこっちのサイドの部分ですね、こう耳後ろの部分はもう一回残しちゃいます。置いといて、でまたくるっと回って、すいませんここのまあこう逆サイドもこう、ごめんね、はい、こっちの部分だけ下ろしといて、あとの部分はまとめちゃいます。なんでこっちの前のサイドの部分と、あともみあげの、もみあげというか顔周りの遅れ毛の部分は下ろしといる状態で、後ろでこうゴムでバシッと結んじゃいます。やっぱりこういうなんか首詰まってるやつとかはちょっとすっきり見えた方がいいかなと思うんで。うわ、ほんまに切ったね。はい、ちょっと髪型変えたみたいで、そうなんです。もうすっごいこうアレンジしやすいですね。一応こう結構お団子になるような感じ で毛先とかもうボブとかだったらこう結構出てきちゃうんですけど、まあ、これが出てくるぐらいの方が可愛いかなと思うんで、ちょっと本当にルーズにやってますね、こういう風にね。でまずもう結んだところからボリューム出していきます。アレンジするのも少し軽めじゃないとやっぱりピンが止まらなかったりとかゴムが結びづらかったりとかするんで、多少なりとも1ヶ月 2ヶ月以内に1回ぐらいはカットしといた方が、ロングの方も、ショートの方も、ショートの方は1ヶ月ぐらいで切っといた方がいいと思うんですけど、やっといた方がやりやすいと思うんで。でちょっと形良くするためにちょっと後ろ持ってきてます。でこの部分をちょっとねじっちゃいましょう。こう半分に分けてくるっと、先生よく行きますね、グッと、ちょっともうちょっとくりっと回っていいですか。はい、はい、すいません。こうねじねじして、でちょっとボリュームを出していきます。こうやってでピンをこの辺の部分で、この毛先の部分を何て言うんですかね、こう根元と一緒に重ねてつけるように、何て言うんやろうね、ピンがあるじゃないですか。長い方を根元側、短い方を外側に向かってガチッと留めちゃいます。ぶっちゃけ向きだけもしっかりできてればもう全く問題ないかなと思うんで、で止まらなかったらもう一個つけてやってもらったらいいかなと思うんで、で詳しくはまた違う動画でピンの留め方とかで載ってるんで、そこら辺を見てもらえたらいいかなと思います。なぜピンは止まれば大丈夫です。その短いほど長いほど向きだけしっかりやってもらえば。であとはここの遅れ毛の部分をちょっと固定で動きをつけて、
はい、すいません。はい、なんかやっぱり今日で仕事納めやからあれやね、上機嫌やね、ちょっとあの声に出てますか。声に出てますね。はい、であとは全体的にボリューム出し直して完成一応こんな感じで、ごめんね。じゃあ後ろもこうちょっとネジネジした状態で持ってきて、でこっちは普通にルーズにこうまとめてお団子にしてってやってる感じで、で顔周り動きつけてる感じなんで、まあ僕なんでやっぱこういうの出てきちゃうんですけど、まあ、出てきてもそれはそれで可愛いかなと思うんで、まあこんな感じで2016年最後の動画を締めくくりします。節目節目で出てもらってるんですけどね、なんか僕の夏休み入る前とかも全然出てもらって、結構なんかあの再生回数ちょっと上がってたんで、今回もちょっとお願いしたんで、あの今回ね色も変えて髪型もがっつり変えて、はい、前髪切りました、うん、やってもらったんでまた2017年もお願いします。まあこんな感じやったんで、コメントだったりとか、リクエストまたお待ちしてますんで、よろしくお願いします。お願いします。今年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。さよなら。バイバイ。